長距離重賞第48回のスポーツ日本賞ステイヤーズステークス、内回りコースを2周3600メートルの距離を争います。今年は15頭立て、まあ、このレースには東海トリック記念というような名前をつけたいくらいの、そういう思いがありますが、さあ今年はどの馬が勝利を収めるでしょうか。15頭によって争われます。馬場状態は両馬場、正面スタンド前での枠入りが始まっています。人気は2番のクリールカイザー、13番北方ブレイブ、8番デスペラード、こういったところが順位上位3頭です。15番のスカイディグニティが最後の枠入り、実力は復活なるか、今日が休み明け2戦目、ゲートに収まります。15頭ゲートイン完了、スタートしました。まず正面スタンド前、先行争いはゆったりと行きます。クリールカイザー早めに行きました。5番の鈴鹿デビアス、外14番アップルジャックが一気に行きまして、12番のファタモルガーナ、これもこのレースに実績があります、先団に取り付きました。あとは11番のネオブラックダイヤ、この辺り外に持ち出して正面スタンド前を通過して1コーナーのカーブに差し掛かっていきます。鈴鹿デビアスがその直後につけて、内からは1番名将玉風なども行っています。さあまず馬群一塊で最初の 1,2 コーナーの中間点に入ってきました。先頭14番のアップルジャック、2番手12番ファタモルガーナ、3番手は外から緑の帽子行きましたネオブラックダイヤ、そして内に2番のクリールカイザーがつけています。あとは黄色い帽子デスペラード、1番の名将玉風、スカイディグニティ続いて鈴鹿デビアス、その後はモビール、内をついて4番 K.I. 長山、外から9番のマインデルメダリスト、やや切れて6番はスノードンの追走、それから北方ブレイブ、後方足を溜めて内からサイモントルナーレ、そして7番のセイクリッドバレーという順です。向こう上面、まず 1000m の通過は1分4秒5とタイムが上がりました。3コーナーのカーブに差し替わります。先頭今度は11番ネオブラックダイヤ、柴田義人騎手が果敢に先頭に立ちました。1馬身半2馬身ぐらいのリード、前がスローに落としたのを見て自分のペースで行ったという感じです。その後の2番手は2頭が並んでいます。またモルガーナ、アップルジャックの2頭が2番手3番手に並んで、その直後は2番のフリールカイザー、そしてデスペラード、早め5番手の競馬を追走していきます。名将玉風、今日は馬体を大きく16キロ絞ってきました。そして外を通ってスカイディグニティで1周目終わります。正面スタンド前に出てきました。これから2周目、あと1周いたします。その後ろのグループ、鈴鹿デビアスがつけています。内からは敬愛長さん、あるいは、黄色い帽子マイネルメダリスト中段を追走、それからモビール虎視眈々、それから6番のスノードンが追走、北方ブレイブまだ後方から3投目、3番のサイモントルナーレ、そして7番のセイクリッドバレーが続いています。これから2周目の1コーナー、まだ馬群は一塊という感じ、ゆったりとした流れ、ここでまた先頭の11番ネオブラックダイヤも後続を引き連れる形でペースをダウンさせて、本当にこれはもう一塊のレースになっています。そして2番手は外から12番のバタモルガーナが行きました。2周目の2コーナー、その直後外いい位置につけている黄色い帽子デスペラード、前からは2、3馬身ぐらいの位置、14番のアップルジャックがつけて、それから2番クリールカイザーも内々、外からはスカイディグニティが行きました。あとは1番名将玉風、5番の鈴鹿デビアス、外動いていったのがマイネルメダリスト、間を通ってモビール、その後ろは4番の敬愛長さん、まだ足を溜めています。それから外を通ってスノードンの追走、北方ブレイブちょっと動き始めたか、まだ我慢している。それから3番のサイモントルダーネが続いています。3コーナーのカーブを回っていくところ、現在最後方は7番のセイクリッドバレー、さあペースがやや速くなりました。前の争い、この辺りでファタモルガーナ、前の11番の、ネオブラックダイヤに並んできました。前の2頭が並んできた、その直後は外からマイネルメダリスト、いい位置につけていたはずのデスペラードですが、ここはまだ足を溜めているのか、内ステッキを抜いた横山ノリンド、さあ外を通っては鈴鹿デビアス、北方ブレイブも後方から足を伸ばしてきた、さあこれは激戦になる、直線コースに向いてきました。ファタモルガーナが先頭、ファタモルガーナここで先頭、残り200を通過、2番手デスペラード上がってくるか、鈴鹿デビアス内をついて2番のクリールカイザーも伸びてきている、前の争い激戦だった、ここで8番のデスペラードが出た、1馬身ぐらいリードを取るか、2分の1馬身のリード、1着で5輪ファタモルガーナが2着、3着2番のクリールカイザー、抜群の手応え、3、4番手を追走していた横山典弘デスペラード、4コーナーは内を回って、そして